はい、僕の夏休み3やっていきたいと思います。本日が16日目ですね。まあ、お盆という大きなイベントも終わっているので、なんかあるかな。待って、ボクくんさ、背中に虫刺された跡みたいななかった？気のせい？大丈夫？服着せてないからかしら？ごめんなさい。今朝、スペシャル牛牛号を放牧に出したよ。放牧っていうのは、秋になって寒くなるまで牛をずっと外に出しておくことなんだわ。なんで？まだ子牛だからさ、大人になるまでは子供を産んだり、おっぱいを出したりできないっしょ？だから大きくなるまでは餌代や手間がかからないように放牧地に出しっぱなしにしておくのさ。寂しくないのかな？最初は寂しいかもしれないけど、お友達もいるし、一日中遊び放題、草食べ放題だから、慣れてくると結構楽しいんじゃないかな。そうね。雨が降ったらどうするの？木の下に固まって雨宿りしてるっしょ。なるへそ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ってことはスペシャル収支号にもミルクをあげるみたいなイベントないのかしら。ちょっと見に行ってみようか。そうだよ、だって放牧しちゃったんでしょ。で、何、あの滑ったりしたらスペシャル収支号に会えるとかそういうこと？私あんま滑るのな、戻ってくるのがめんどくさいからな。あ、いない、こっちかな。いないおじさんがいないだと？ねえ、みどりちゃんは小さい頃から牛さんが好きだったの？わかんない。すっごくちっちゃい時から牛が周りにたくさんいたから、そんなこと考えたこともないよ。あんた、今日は自分の仕事ちゃんとやった？ごめん、私の仕事何今？でも忘れずにちゃんとやんだよ。うちのママがよく言ってんだ、世の中にどうでもいい仕事なんて一つもないんだって。え、だっていないんでしょ、スペシャル収支号は。もうちょっと待って、先にツバメだけ見ちゃおう。あ、平和ですね。はい、よし。ん、え、だっていないんでしょ。いない。これでも映してどうすればいいの？よし、これをスペシャル牛牛号にあげればいいんだ。あげればいいんだ。ってか、どこにおんの？いや、だって放牧でしょ？こっち？え、でも会えなくない？あ、いたいた。あげれるお前、なかなか可愛いな。でも僕の方が可愛いんだからな。スペシャル収支号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。よかった、仕事放棄しなくてよかった。あげれるんだね。なるほど。はい、僕くん、放牧中の子牛たちの名前教えてあげよっか。うん、教えて教えて。じゃあまずこの子はね、ピロシキっていうの。変な名前。みどりがつけたんだわ。ピロシキって何？カレーパンみたいなやつよ、知らない？うん。もしかすると内地では知られていない食べ物なのかな。もう私もピロシキ食べたことないね。うん、僕くん、今日の晩ご飯は何でしょう？ヒント、うちの自慢の牛乳をたっぷりたくさん使います。シチューだ。何、春巻きアラカルトって。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど、楽しみにして待っててね。はいよし、なるほどね。でもおじさんはどこへ行ったのかしら。うん、
どっか行くとこある？よいしょ。え、待って、結構いい色してきてるよ。そろそろ収穫じゃない？え、だってこれ以上ちょっと実の、なんだろう、色ついてもちょっともうなんか遅い感じしない？収穫しましょう。あ、そろそろ食べ頃って言ってる。え、食べちゃった。ちょっと食べ過ぎてしまった。は？ちょっと待って、嘘でしょ？全部食べたの？僕くん、野菜はすべて食べられてしまっていた。犯人は誰だろう？僕かな。嘘だろ、嘘だろ、僕くん。絶望した。マジか、僕くん。全部食べちゃったよ。いや、まあ美味しかったんだろうけどさ。ねえ、ちょっと人としてどうかっていう話よね。しかも生で野菜、なんだろう、トマトはわかるよ。で、キュウリもまあギリわかる。ちょっと申し訳ないけど、生のナスだけは理解できないんだよね。え、食べれなくない？生でナス。ねえ。この仕事、とにかく暑いだろ。暑い時にそんな話しないでください。内地でガラス吹いてたら、室温が60度超えるからね。あれ、この階同じだね。もうここもちょっと会話の種類がなくなってきたかもしれないわね。暑いな。胸とか膝の裏側とか汗もだらけなんだわ。夏に火を使ってるんだからしょうがないよ。やっぱり。じゃあちょっとここはもう用ないですね。さようなら。おじさん、よいしょ。さてと、今日はどんな用事だべさ。うわ、どうしようかな。うわ、どうしようかな。お寺まで行っちゃうか。よっしゃ、じゃあ牧場の向こうまで一緒に行くべ。どんぐり欲しいしね。うん、どんぐりを取りに行きましょう。ありがとうおじさん。ありがとうおじさん。帰りもいてくれたらね、素敵なのにね。クマ。クマはなんかあんのかしら、イベントね。それって僕の友達になってくれるってこと？やっぱりゴロは優しいよね。優しいよね。よし。え、最近の中ではだいぶレアじゃない？昼間にここに来るの。ね。もうおばあちゃん家には行きたいんだよな。顔は出したいじゃん、やっぱり。何かいるかな？何もいないよ。どんぐりは僕くん。僕くん、どんぐり。何かいるかな？何もいないよ。え、どんぐりないの？僕くん？何かいるかな？何も。嘘だろ。何かいるかな？え、何？やったね。あー、でも、そうね、一応もらっとくだけもらっときましょう。怖いけどね、うん。何かいるかな？何もいないよ。あ、どんぐりってここ以外にもあるのかな？この感じだと。探さなきゃ。どんぐり探しの旅と、あとあれですね。おばあちゃん家行くのと、で、虫相撲をちょっと頑張ろうかなって今日思ってて。やっぱもうキング出てきてるからね。とりあえず、あのキングを、何が起きたの？僕くん。もう2時だよ、僕くん。時の流れが早すぎて怖いんだけど。どうしよっかな。おばあちゃん家からは溺れて帰れるから、先にこっちだな。何か聞きたいことあっかい？ないの、大丈夫。じゃあ。
僕ちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか？もうみんなそれしか言わないんだけど。はい。こんにちは。今日もみどりちゃんがいないね。うん。今日も牛の世話だよ。昼過ぎからは庭で合唱会の練習するってさ。いい加減ちょっと合唱会の練習聞きに行きましょうね。だから夕方には絶対家に帰りたいので、とりあえず虫相撲しておばあちゃん家行って。虫相撲厄介。ふん、俺様に勝とうなんて2万5000年早いぜ。今日はみどりちゃんがいないから呼んでこなくちゃ。来たよ。怖っ。いけにえはレイくん。さあ頑張りますよ。とりあえずこの子を最初は私ね。この子の技レベルとかをちょっと、じゃあこれにしよっと。うわ、活火山出された、最悪。無理だと思うんだよな。うわ、負けちまうよ。くそ。またそれやられた。くそ。今度はどんな技だべ。やっぱダメだ、育てないと無理だ。うちでそれ次にやれそうな子ってなると、だから薄葉カマキリちゃんを。さあ、これで決まりさ。一旦弱いで、今回は今回さ。あ、でも弱いだともうなんか本当に余裕って感じだね。次は私だよ。なのでちょっと強いで、もうやめてよ、もう活火山苦手なの私。これ勝てない説濃厚。押し出すしかないもんな、活火山は。お、ナイス。勝ってね。は？動き早、怖。あの動きちょっと気持ち悪くない？頑張って、カマキリ。よし。よし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 。次は僕の番だべさ。とりあえず10勝目指そうね。待って、オオクワガタ持ってる。まずいっしょ。どこにいんの、オオクワガタ。今のところ一度も見たことないんですけど。私が出会えてないだけ？少し押しとくか。少し押す、もっと押しなさい。もっと押して HP を減らしなさい。やばいかもしれない。これ勝てないかもしれない。あー、ダメだな。まずいっしょ。うわ、まず僕の勝ちなんだわ。ちょっと、僕は、ちょっと、厳しくないですか？冷静に。ね。なんか冷静に厳しいですよね。あ、でもだいぶ、ちょっと攻撃当てよう。技を当てれば倒せる、技を当てれば。頑張って。よし、ナイス。いいですね。もう一回。もう一回やってみよう。ナイス。よし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 。じゃあ次は俺の番ね。これでちょこちょこ勝って体力増やすのはありですね。出るんじゃね。今回は今回さ。もうさ、ノコギリちょっと弱すぎないね。次は私だよ。細いけど力持ち。なんだと、ちょっとそれよこしなよ。あ、強いな、これは。ナイス。私の負け。一撃粉砕。よし。次は僕の番だべさ。うわ、また出た。苦手だな。うわ、まずいっしょ。ナイス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 。ナイス。踏ん張れ、こらえろ。は？勝ちなんだ。あ、もう最低、本当に信じらんない。
キングしか用はないのよ。ちょっと待ってね。はっきり言ってこの子いらなくない？もう。え？10.3 匹分の価値。10.3。どうこれ？むちゃくちゃでしょ？技を打つことだけに専念してるんだけど。ダメ？技出ない？出して技。向こうが出してきたんだけど。角スピア。うわぁ、もう、ほんと腹立たしい。角スピアだと？こしゃくだわ、ほんとに。ちょっと待って。この子、強化しましょう。舐めるなよ。ノコギリ風情で舐めるなよ。あ、こっちもノコギリだった。やだ。今回は今回さ。とりあえずこれ名前つけましょう。うん、次は私だよ。勝ってね。いやでもちょっとどう勝てばいいのかが全然わかんないね。あ、負けちゃった。お、新技ナイス。新しい技を覚えたんだわ。おお、この虫も10勝だべさ。名前をつけてあげるっしょ。金色の、いや黒い、黒い、山賊。次は僕の番だべさ。何一つ褒め言葉じゃないね。行け、俺のカブトムシ。行け行け行け。くそ、腹立たしいわね本当に。なんて腹立たしいのかしら。あー、当たったらよかったのに、クソ。クソ。おー、この虫も10勝だべさ。名前をつけてあげるっしょ。はや、何そのネーミングセンス。ね、いただけないわね、ちょっと。そうだ、この子も名前がついてるんだった。頑張るのです。頑張るの。お前と違ってこっちは青いんだぞって。ナイスすぎる。ナイスすぎて震えそう。もう一回、お願い。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回だよ。あ、負けたよ。よし。技のレベルが上がったぜ。新しい技を覚えたんだわ。ざまあ見なさい。ムロランのデパートで買ってきてもらったのに。あれ、なんでデパートなの？北海道はカブトムシがいないべさ。そうなんだ。せっかく買ったんだから、僕くんにあの秘密を教えちゃおっか。まだ早いよ。いずれ俺様の最終兵器で勝負さ。だからあれも反則だってば。じゃ、したっけ、したっけ、バイビー。嘘でしょ。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。え、あれを倒しただけじゃまだ何その教えてくれないの？マジか。ショックです私。とても今ショックを受けています。ってことはこれより上がいるってことね。うわぁ。てかさ、デパートで買ったやつ使うのほんと卑怯じゃない？許せない。ね。あれ？どんぐりだ。ここにもどんぐりあったんだ。オッケーオッケー。まあ、許せない。くそ。まあでも、青色のね、彼か彼女かわからないけれども、あの子がとても強いということはやっぱ分かったので、ちょっと今後頼りましょう。何かとね。ちょっともうちょっと強化しよう。よし。くそ。だって早いよって何？早いよって。ね。早くないのよって。もうだって16よ。早くないでしょ。何、20日とかじゃなきゃダメみたいなこと？なんか今いたわよね、ここ。あ、いた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 。オオカマキリ。ふん。なに、蝶かな。
いらないですと。あ、またあの人いる。なんか今いたね。ほい。ん？あ、ニューだ。え、これはかまどうまではないのかしら。私から見たらかまどうまなんだけど、ただの。ごめん、暴力振るっちゃったおばあちゃん、ごめんなさい。あんた、牧場にいるんだろ？牧場はいろんな匂いがあって、面白いべ。うん。僕、乾いた牧草の匂いが好きなんだ。なんだか新しい畳みたいな、いい匂いなんだよね。素敵な会話。ね。牛舎の中の匂いは、蕎麦の花や、蕎麦の花から取った蜂蜜の匂いにも似てんだよ。不思議だね。不思議だね。ねえ、おじちゃんが住んでる札幌ってここから近いの？うん、すぐ隣町だよ。車で2時間ぐらいさ。それって近くないと思うよ。うん、遠いわね。2時間だもんね。例えば道内で引っ越しすんのに荷物だけトラックで送って人は飛行機で、なんてことも普通にあるんだよ。北海道は広いんだから。ま、いや、そりゃそれと比べれば確かに近いかなと思うけど、にしてもねって感じよね。まあじゃあ蜂で帰ろうか。溺れて帰るよりは蜂だよね。ね、特にだって潜るのももう大体潜ったでしょう。いや、でも潜ってみるか。あ、ここのな、あ、これじゃない？秘密って。そんな気がする。あの人、あの子たちが隠してる秘密ってのはきっとそれよ。ね。絶対そう。よし、僕くん。なんか潜ってないとこあるかな。こんな深かったっけ？こんな深かった？でも特にやっぱ何もないのよね、もうね。何もなかった。これ多分ね、間に合わない、冷静に。うん。ごめん、僕くん。ダメだこりゃ。ダメ、魚、今、魚縦向きだったよ。どういう状況？気になる。魚が気になるんだけど。あれ？何してたんだっけ？まあでもここまで戻ってこれたので、歌ってる歌ってる。どこだったっけ、歌ってんの。よいしょ。そうだそう、そっちだそっちだ。いけないんだよ。タイムロス、僕くん。いやー、あかんかもしれん。あかんかった、ごめんなさい。おーい、ご飯高かったよ。喋れたよな、今絶対。くそ。まあ、いっか。じゃあ、いただきまーす。はい、いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。みどり、お前昨日晩ご飯の後いなくなってたけど、どこに行ってた？家の前でピロシキとお話ししてたんだ。ブラシかけたりとか。今日もこの後行くのかい？うん。なになになに、どうしたの？あ、出荷？もしかして出荷とかされるのかしら。それはちょっとメンタルにくるわね。おばちゃんは算数が得意なの？そうだよ。みどりも算数が得意なんだ。マティな性格なんだわ。待て。そうよ。
几帳面なの。じゃあおじちゃんは待たないの？あれ？待てってわかんない？方言なのかな。まあ、いざ使ってる人は方言かどうかわからないってパターンはよくあるよね。今日の晩御飯のテーマは我が家の定番、牛乳たっぷりのまろやかホワイトシチューにお父さんとパパが大好きな焼きナスを添えてみました。ボク君大正解でした。よし、さあ大正解だったのでとりあえず外に行こうか。どっちにいたっけ。こっち、いた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 。山の中の探検楽しかったね。うん、僕も楽しかった。ねえ、あんたってやっぱりあの時のこと覚えてんじゃないの？何のこと？小さい時この家に遊びに来てウソンコで私と約束したことだよ。何を約束したの？いきなり何かを思い出したような気がした。でもやっぱり気のせいだった。何気になる。僕がした約束って何？何って聞かれても困るっしょ。私の予想ね、絶対ラブだと思うのよ。絶対、絶対ラブ関連だってね。みんな、よいしょ。なんで春美さんは修行してるんだい？修行なのかな。あれ違うの？だったらもう金輪際教えないよ。かや同じだった。うわうわ間違えた。ちょっと違うの違うの。僕くん違うのよ。バックバック。でもこっちから帰ろう。そっか、特にじゃあこの時間はもう会話もないのね。じゃあ僕お風呂入ろっかね。よいしょ。まあでもなんかあれですよね、その今日もいい感じでしたよ。やっぱあの憎きカブトムシをね、なぎ倒すことに成功したので、もうそれだけでね大満足って感じ。よいしょ。じゃあ私は寝るわ。寝てんの赤ちゃんと私だけって感じ。あ、でもそっか、虫をね、一応、どれだっけ？これね。これなんか捕まえた気もするんだけどね。違うんだ。でもね、こう見るとまだ全然虫、埋まってないな。うわってこともないけど、いや、うわだよこれは。これってもう登録してんのかな。あ、してなかった。うわ、こわ、ギザギザすぎる。よし、ということで多分今日はさすがにあれだと思うよ。あのカブトムシをなぎ倒したよ、イエーイだと思う。ほらね、虫相撲でカブトムシに勝ったんだ。相手もなかなかやるけど、いつも僕にはかなわない。そうね。まあ昨日ね、悔しい思いをしてたからね、今日勝ててよかったよね、ほんと。はい、ということで、まあ、16日も無事に終わりましたね。ということで、また17日で、お会いしましょうということで、今回この辺で、はい。ちょっと遅いですね。はい。ということで、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。